皆さんこんにちは。クリアアドベンチャーズ代表の栗山です。今日はですね、登山の時に、持ち運ぶお水のボトル、水の携行方法について話したいんですけれども、皆さん登山の時お水ってどういう風に運んでますかっていうのも、例えば、ハイドレーション、これはすごく便利なアイテムですけど、水の飲んだ残量が分かりにくいとか、帰った後にホースの中洗うのがめんどくさいとかって欠点があったり、よく見かけるのはこういうバックパックのサイドポケットにドリンクを挿しとくという方もよく見られますが、意外とこう出し入れしにくいっていう欠点があったりとか、うっかり落としてしまって、例えば岩場で落として下の人にぶつかったりすれば、大きい事故につながるリスクもありますよね。で、じゃあバックパックの中にしまっとくのかっていうと、これまたなかなか出し入れがめんどくさいっていうことがあると思うんです。それで僕の場合、長らくですね、このナルゲンボトルにこうやってカラビナ取り付けてバックパックのショルダーハーネスに引っ掛けとくという方法を取ってきたんです。これはもう洗うのも簡単ですし、取り出しも簡単ですし、落とすリスクもないっていう、すごい利点があるんですけど、500cc しか入ってないんで、水がすぐなくなって補充する回数が多いですね。で、じゃあこれ1リッターボトルにするとどうなのっていうと、ちょっと正直重すぎるので、使いにくかったりしたんです。で、また冬はこうナルゲンボトル凍っちゃうじゃないですか。当然これ保温性がないので中の水が凍っちゃうんですね。で、仕方なく魔法瓶をこうドリンクホルダーに入れて胸のところに置いといたんです。これは結構方法としてはいい持ち運び方だったんですけど、やっぱりロープ使ったりするとここにこうロープが引っかかったりして邪魔だったりとか、扱いにくかったりしたんですね。で、なんとかこのこれ 750ml の魔法瓶で、ちょうど僕としては2時間で使い切るぐらいの量なんで、補充も2時間に1回なんですごくいいんですけど、なんとかこれをこうショルダーハーネスにぶら下げる方法はないのかなと思って長いこと考えてたんです。で、偶然発見したのがこれですね。モンベルが出してるナルゲンボトルによく似た、ボトルで、クリアボトルという商品があるんですけど、そのクリアボトルの保温保冷用に作られている、ネオプレン素材、ウェットスーツの素材ですね、で作られたボトルカバーがあるんです。このボトルカバーには、別売りでこうたすき掛けに、ボトルをぶら下げるための、こういうなんて言うでしょう、テープみたいなのが売ってて、それを取り付けるための穴がこういう感じで開いてるんですね。で、その穴の片一方にこうやってアクセサリーカラビナを取り付けてます。こういう感じですね。ここに開いてるプラスチックの穴にアクセサリーカラビナを取り付けて、このプラスチックのパーツがくっついて止まってるナイロンのベルトの一番根元に、2ミリの第2マの細引きをつけてます。で、この細引きの末端を反対側のプラスチックの穴に通してコードロックをつけてます。こうすることによって、魔法瓶をこのケースに入れただけだと、こうやってやるとだんだんこう落ちてきてしまうんですよ。すっぽ抜けるリスクがあるんですね。なんでここに紐をつけてカスタマイズしてみました。この魔法瓶、サーモス携帯マグ 750cc を使ってるんですが、この首のところにくびれがあるんですね。ここのくびれにこの細引きをギュッと固定してあげると、第2番なんで当然これは伸びないので、ひっくり返して振っても魔法瓶が落ちてくることはありません。これは
画期的です。まあこれに関してはモンベルの商品ではなく自分で作んなきゃいけないんで自作していただくんですけど、でさらにですねこのコードロックのところをこうやって縛っといてあげるとこのコードロックが緩んでくることもないので、すごく安心感があると思います。こういう感じですね。こういう感じです。これなら、冬にドリンクが凍結するっていうこともないし蛍光もすごく楽、取り出しやすいし、うっかり落としてしまうというリスクもほとんどない、作りにできるかなと思います。ちょっとすごいいいアイデアを思いついたんで紹介してみました。クリアアドベンチャーズでは YouTube のチャンネル登録もお願いしております。この動画を見て役に立ったなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録もお願いします。